メソポタミア文明帝国と遺産。皆さんこんにちは。今日の動画では古代メソポタミア文明の壮大な歴史をさらに深く掘り下げ、その帝国の変遷と永遠の遺産について探求していきます。後編となる今回のエピソードでは、古代の法典から帝国の興亡、そして現代に至るまでの文明の持続的な影響に焦点を当てます。1. ハンムラビ法典の制定。紀元前1792年にバビロニアのハンムラビ王によって制定されたハンムラビ法典は、世界最古の成文法の一つとして知られています。この法典の内容は約282の法則から成り立っており、さまざまな社会的および経済的状況に対する規定が含まれていました。法典は家族法、犯罪法、および土地や貿易に関する法律など、当時の生活のあらゆる面を規制しました。ハンムラビ法典の最も有名な原則は、目には目を、歯には歯をという報復的正義の原則です。これは、罪には等しい罰が与えられるべきだという考え方を示しています。しかし、この法典はまた、社会階級に応じて罰を調整するという概念も導入しており、貴族と奴隷では罰が異なるなど、階級制度を反映した面もありました。重要なのは、ハンムラビ法典が公の場で展示されていたことで、誰もが閲覧できるようになっていた点です。これは、法の透明性とアクセス可能性を初めて確立した例とされています。この透明性は、人々が自分たちに適用される法律を知る権利を有するという現代の法律の原則にも通じています。ハンムラビ法典は、その後の法制度に大きな影響を与え、特にローマ法や現代の法体系の基礎となる法律の多くの原則に影響を及ぼしました。この法典は、公平性、均等性、および法の前の平等といった、今日私たちが当たり前と考える多くの概念の起源となったとされています。ニヒッタイトの侵入とバビロンの征服。紀元前1595年のヒッタイトによるバビロンの征服は、古代メソポタミアの歴史における転換点とされます。ヒッタイトは、アナトリア半島を起源とする人々であり、強力な軍事力と先進的な技術を背景に、当時の中東地域における大きな勢力となっていました。ヒッタイトは鉄の加工技術を駆使して強力な武器を製造し、これが彼らの軍事的成功の鍵となりました。彼らの鉄の武器は、青銅をも材料としていた当時の他の地域の武器よりも優れていました。この技術的優位性により、ヒッタイトは多くの戦いで勝利を収め、その領土を拡大していきました。ヒッタイトの軍隊がバビロンに到達した時、彼らは巧みな戦術と技術的優位を生かして、この古代都市を素早く征服しました。この出来事は、メソポタミアの政治構造に深刻な変化をもたらしました。バビロンの征服は、地域の力の均衡を変え、ヒッタイトの影響力を示す象徴となりました。ヒッタイトによる征服後、バビロン文化にも影響が及びました。ヒッタイトは自らの法律や社会的慣習を持ち込み、それらをバビロンに組み込みました。バビロンは新しい支配者によって再編成され、その文化や経済は徐々にヒッタイトの影響を受けて変化していったのです。また、ヒッタイトの支配はバビロンに新しい時代をもたらしました。この時代は、バビロン自身の歴史における一時的な中断となったものの、ヒッタイトの技術や政治的構造が地域全体に広まる契機となりました。しかし、ヒッタイトの支配は長続きせず、その後バビロンは再び独自の文化を取り戻すこととなります。さあ、新バビロニアの交流。新バビロニア時代は、紀元前626年に始まり、この時代はバビロンの大いなる文化的および政治的復興を見ることとなりました。この時期の最も有名な君主はネブカドネザル2世で、彼の治世にバビロンはかつてない繁栄を極めました。彼は、都市の防衛を固めるために巨大な壁と要塞を建設し、また、バビロンを中東の文化的な中心地として確立しました。ネブカドネザル2世の治世下で最も有名な建築プロジェクトの一つが、空中庭園です。この庭園は、古代世界の七不思議の一つに数えられ、豪華なテラスの庭園で、その実在については議論がありますが、ネブカドネザル2世が愛した妻のために建設したという伝説があります。これらの庭園は、先進的な灌漑技術を用いて水を供給することで、荒れ地であったバビロンで繁茂する豊かな植物を実現しました。新バビロニア時代のもう一つの重要な業績は、天文学と数学の分野における進歩です。バビロニアの学者たちは、星の動きを詳細に記録し、複雑な天文表を作成しました。これらの観測記録は非常に正確で、後のギリシャ天文学に大きな影響を与えました。また、彼らは数学の発展にも寄与し、代数や幾何学、特に60進法に基づいた時間や角度の計算法を発展させました。新バビロニア時代は、これらの科学的及び建築的業績だけでなく、
経済的繁栄と芸術の発展も見られた時代でした。ネブカドネザル2世の政策は広範囲にわたる商業ネットワークを確立し、富を都市にもたらしました。これらの経済的基盤は文化的なプロジェクトへの投資を可能にし、新バビロニアの交流を支えました。4、ペルシャのキロス大王による征服。紀元前539年のキロス大王によるバビロンの征服は古代近東史における最も重要な出来事の一つです。キロスはアケメネス朝ペルシャの創始者であり、彼の治世は公正で寛容な政策によって特徴づけられました。この征服は戦争の残虐さや長期間にわたる包囲戦という通常の方法ではなく、比較的平和的な手段によって行われたと考えられています。キロスの人道的政策はキロス円筒と呼ばれる粘土の円筒に記されており、これは古代の人権宣言とも称されることがあります。この文書にはキュロスがバビロンを征服した後に異なる宗教や文化を持つ人々に対して寛容であること、捕虜の解放、宗教施設の再建など彼の政策の概要が記されています。これによりキュロスは古代世界における宗教的および文化的自由の先駆者とみなされています。キュロスの征服後、バビロンはペルシャ帝国の一部となり、メソポタミアにペルシャの影響がもたらされました。ペルシャの管理下でバビロンは繁栄を続け、その文化的遺産は保護されました。キュロスの方針は異なる民族と宗教が共存する包容力のある知性を確立し、後の国際法と人権の概念に影響を与える先進的な思想を反映していました。キュロス大王の知性は征服者が自らの価値観や宗教を征服地に押し付けるのではなく、多様性を受け入れ地域の文化や宗教を尊重することの重要性を示した時代でした。この遺産は彼が築き上げた広大な帝国における統治の基盤となり、ペルシャ帝国が古代世界で最も強力で安定した帝国の一つとなる基礎を築きました。文明の遺産と現代への影響。メソポタミア文明の遺産は現代に多大な影響を与えています。この地域で発展した農業技術、特に灌漑システムは乾燥地帯での農業を可能にし、人類が食料を増産するための基礎を築きました。都市計画の概念もメソポタミアから発生し、道路の配置や公共空間の利用に関するアイデアは今日の都市設計にまで続く原則を形成しています。また法制度に関しては古代メソポタミアの法典が今日の法律の基盤となる概念を導入しました。くさび型文字の使用は標音文字としてのアルファベットへと進化する初期の歴史の中で重要な役割を果たしました。ギルガメシュ叙事詩を含む文学作品は人間の感情や経験に普遍的なテーマを探求しており、その物語は今日でも世界中で読まれ研究され続けています。メソポタミア文明の遺跡と現代考古学。メソポタミア地域の遺跡はその長い歴史を物語る貴重な資料となっており、現代考古学において重要な研究対象です。新しい発掘技術や科学的手法、例えば遠隔センシング、地中レーダー、デジタルマッピングなどが導入され、これらは遺跡の位置を特定し、古代の生活や構造に関する詳細な情報を明らかにするのに役立っています。これらの進歩はメソポタミア文明に関する知識を深め、古代の社会が直面していた課題や成果を理解するのに貢献しています。またこれらの遺跡から出土する文物や遺物は過去の生活様式、宗教観、社会構造を解明する貴重な手がかりを提供します。7、文明の消滅と歴史の教訓。メソポタミア文明は輝かしい発展を遂げたものの、最終的には政治的変動と環境問題によって衰退しました。この地域は複数の外敵による侵略、内部の政治的不安定、そしてとりわけ環境破壊による農業生産の低下という問題に直面しました。これらの問題は過剰な灌漑による土壌の塩害や天然資源の乱用による生態系の変化など環境に関連していました。これらの歴史的教訓は現代社会においても非常に関連性があり、特に持続可能な開発や環境管理の重要性を強調しています。また政治的統一の欠如が社会の脆弱性を増す可能性を示し、統治機構の安定性が文明の存続に不可欠であることを教えています。メソポタミア文明の崩壊は過去の教訓を学び、それを今日の挑戦に応用することの重要性を私たちに思い起こさせます。紀元前1792年に制定されたハンムラビ法典は、公正な裁判を重視する現代の法制度に影響を与えた社会秩序の礎石です。紀元前1595年のヒッタイトによるバビロン征服は、技術革新をもたらし、メソポタミアの政治を一新しました。新バビロニア時代には、ネブカドネザル2世が天文学と数学を進化させ、
壮大な建築物を残しました。キュロス大王の征服は人道的な政策を示し、後の国際法と人権概念に貢献しました。メソポタミア文明の農業、都市計画、法制度は現代にも影響を与え、考古学的研究が遺跡から新たな発見を解き明かし続けています。この文明の経験は現代に重要な教訓を提供しています。今回の探求を通じて、古代メソポタミアの偉大な歴史とその遺産が現代にもたらす影響について学ぶことができました。この動画が皆さんの歴史への興味をさらに深める一助となったことを願っています。新たな発見に満ちた次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。さようなら。